ポルシェ904、ポルシェ904、ポーシュ904は FIA の GT2 クラスに合わせて作られ1964年春にレースデビューしたポルシェ製レーシングカーである。正式名称はポルシェカレラ GTS、ポーシュカレル GTS である。ホモロゲーションを取得するため100台以上が生産され、市販もされた。ポルシェのレース活動が F1 から スポーツカーへと移行する過程で生まれた本格的レーシングモデルである。しかし完全な競技専用車ではなく、生産性や日常的な扱いやすさも考慮されている。アマチュアレーサーがレースコースへ自走していけるスポーツカーとしてサーキットから行動ラリーまでオールラウンドに活躍した。1963年末の発表後半年余りで110台を 生産し、1964年4月に GT2 クラスのホモロゲーションを取得。さらに20台が追加生産された。4気筒エンジンの量産型のほか、10台は6気筒バージョンの904、6、6台は8気筒バージョンの904、8とされ、ワークスマシンとして使用された。当初は911用の6気筒を積む予定だったが、 実績と信頼性を考慮し、356-2000GSGT、彼ら2に搭載していた587、2型エンジンを高回転型に変更して、ミッドシップにて搭載した。この名残として、エンジンルームには余裕がある。DOHC 水平対向4気4基九 1966CC エンジン587、3型は 180PS、 7200rpm 20.5kgm 5000rpm を発生し、最高速度は260時速 262km である。また、消音機付きエキゾーストのロードバージョン155馬力 6900rpm 17.2kmg 5000rpm を選択することもできた。ギア比の設定はファストレーシングニュルブルクリンク エアポーレーシング、ヒルクライムの4種類がある。ファストレーシング、ルマン仕様での最高速値は、レース用エキゾースト、セブリングタイプだと、時速 263km、ロードバージョンでは、時速 250km。キャブレターは、ベーバー製、ツインチョークを基本とし、ロードバージョンには、ソレックス製を装着したモデルもあった。904、6に搭載された901。 二重型エンジンは、ポルシェ 911-1991CC 水平対向6気筒の901-01型エンジンを210馬力 8000rpm、20kgm、20 6000rpm にチューンしたもので、その後ポルシェ906でも使用された。その後901二重型エンジンは燃料供給装置をキャブレーターから 燃料噴射装置に変更し901-21型エンジンとなり、ポルシェ906、ポルシェ910、ポルシェ907で使用された。また901-20型エンジンを改良した901-22型エンジンが製作され、ポルシェ 911R に搭載された。さらにレースによって開発された901-20型エンジンの技術は901。 零二型エンジンとして市販車に、元され、911の高性能使用車 911S に搭載された。904-8に搭載された771型エンジンは、1962年の f 1一1 5リットルエンジンをベースとした 1981CC 水平対向8気筒エンジン。ルマン24時間には1964年に2台、29。 30号車、1965年に1台、33号車の計三台の904、8が出場したが、いずれもクラッチトラブルでリタイアしている。ポルシェの関連とは異なり、チューブラーフレームを用いず、生産性の面から箱型断面の後半プレス製、ラダーフレームを採用した。シートは、車体強度メンバーの一部に用いられたため動かすことができなかった。 このため、ステアリングコラムは、可動テレスコピック式であり、ペダル類は、位置を前後3段階に調節できるようにな、いた。FRP 製ボディをシャーシに接着する方式を、採用した。デザインは、フェルディナント・アレクサンダー・ポルシェが担当し、その最初の大仕事となった。航空機メーカーのハインケルが製造した、空気抵抗の減少と軽量化を目指し、 CD 値は0.34。車両重量は 650kg に抑えた。ボデコーは 105cm。デビュー戦のセブリング12時間レースでクラス優勝。タルガフローリオでは総合優勝と2位。スパ 500km でクラス優勝。ルマン24時間レースでクラス優勝。総合7位。ニュルブルクリンク 1000km でクラス優勝。 国際マニファクチャラーズ選手権 GT2 クラスチャンピオンを獲得した。日本では第2回日本グランプリ GTE クラスで式場総吉が優勝。プリンススカイライン GT に乗るイクザワトールとの名勝負が知られる。この個体、シ,ャシーナンバー904070は数人のオーナーを渡り歩いた後、レストアが施されて現存する。904 6や904、8がワークスの主力となり、プライベーターの904がバックアップする体制となった。904、6、904、8はプロトタイプクラスからエントリーした。タルガフローリオでは、キュンタークラス、アントーニオプッチ組が GT クラス優勝した。この時ポルシェから出場した車両は全部完走し、総合2から5を占めている。 ルマン24時間レースで出力約 212PS の6気筒2リットルを搭載したプロトタイプに、ノルヘルベルト・リンゲ、ペーター・ネッカー組が、平均速度時速 187.8km で、総合4位、性能指数賞を獲得、量産者にノルゲルハルト・コッフトニー・フィッシュ・ハーバー組が、平均速度時速 181.9km で、総合5位、クラス優勝。 燃費が4 2 4トル、リットルであったことから新たに設定されたエネルギー指数賞獲得を果たした。前年に続いて g t ニクラスチャンピオンを獲得。ラリー・モンテカルロでオイゲン・ウェーリンガーがドルフ・ピュッター・リッヒを女子都市に入賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。